デルトビズこんにちはマーケット担当の永江優子です今日は株や企業決算といったマーケットの話ではなくこちらですそれがですね、都内で開催されていたロボットの展示会についてですまあ、これ国内外の企業が集まり数え切れないほどのロボットが展示されていましたまあ、でそうした中で目立っていたのが自動車向けや人手不足の解消を意識した出展でした 今日は今回の展示会から見えたロボット業界の動きについて取り上げます。今日お伝えする内容は2つです。1つ目はですね、展示で目立ったのが自動車向けの提案でした。これ、ロボット業界狙いはどこにあるのでしょうか。そして2つ目は、人と一緒に働くことができる共同ロボット。 こちら2016年頃から増えたロボットで、今や当たり前の存在です。まあ今回も各社が展示していたんですが、実は二極化が進んでいます。この業界の現状はどうなのでしょうか。以上をお伝えいたします。私はですね、2015年頃からこのロボット業界の取材を続けているんですけれども、展示会がこう開かれるたびに話題になっているテーマっていうのがあったんです。例えばですね、IoT や AI 先ほどお伝えしたような共同ロボット、まあ、各社はこれらのテーマにこう対応するような革新的な新製品をこれまで出していましたただここ最近はまあこうしたテーマそのものがあまり出なくなってきていますこうした中で今回の展示会で印象的だったのは自動車向けの提案でした特に目立ったのが次のこの2つですね 一つ目が自動車部品などの,この製造過程で使われるジグと呼ばれる装置機器をロボットに置き換える提案です。このジグとは部品を固定して加工しやすいように補助する装置なんですね。あともう一つがですね、EV、電気自動車のバッテリーを搬送する提案です。これそれぞれ実際の展示内容を見てみましょう。まずはジグの置き換え提案からです。こちらは川崎重工業です。 これはですね。左右にこうやって置かれた2台のロボットがジグの代わりをしていて、こう部品を支えていますよね。で、この部品のサイズが変わってもロボット、こうやって自動で対応していることがわかります。で、この2台のロボット、川崎重工によると新たに開発した製品らしくて、こう上から例えばこう加工とかで圧力がかかっても、この2台のロボットが支える部品が動きにくくなっているそうです。このシステム、今自動車メーカーでテストをしています。 続いて芝浦機械です。こちらはですね、双腕型と呼ばれるこう2つの腕を持ったロボットが、ジグの代わりになっています。でこうバンパーをこの2つの腕で持ち上げて、隣にある別のロボットの前に持っていき、作業がしやすいようにこう支えています。続いて EV バッテリーの搬送です。まずですね、安川が用意したのが、 これ水平方向の動きを得意とするスカラロボットを使ったタイプなんですけどこのスカラロボットのアームの先端先見てくださいなんかちょっとフォークリフトのようにこれを使って1トンの重さのバッテリーを運んでこう棚に移したりあとは例えば安川が提案していたのはこう自動車の,この下からこうバッテリーを取り付けるような動きができるというふうに話していました。 そして今度、小型車向けのこのバッテリーの運搬ニーズを見据えた新製品を出したのがファナックです。まあ、これまで自動車向けにこう200キロや1トン以上のものを運べる製品を用意していたんですけれども今回新しく出展したのが500キロの重さを運べるロボットです。まあ、これでですすすね、ね。小型車の、e、のの EV バッテリーの搬送に使いやすいや意識した製品です、ねかなり こう、大きく動いて、なんかハンクとかだとこのバク転する動きっていうのが特徴的だと話していました。ヤマハ発動機はこの ev バッテリーを構成するセルを運ぶ、スカラロボットを展示しました。こうやって見てみると、一度に4つのこのシェルを運んでいますよね。ただ、これね。こちらは参考出品だそうです。これ、今はこう4つ運んでるんですけど、お客さんからですね。もっとたくさんのセルを一度に運べるようにしてほしいと言われていて、現在開発を続けているということでした。 まこうして見ていきますとかなりいろんなロボットありましたよねで一部はすでにお客さんからの受注が来ているんですけれどもただあるオボテロボットメーカーの幹部によるとですね足元自動車業界からの受注はあまり動いていないということでしたその背景の一つにあるのが自動車メーカー各社の EV への対応です EV はコストや航続距離などこれどういった規格の車種の人気が出るかなどまだまだ正解が見えない領域ですで、まあ、こうした中トヨタはです、ね、6月に EV の生産でギガキャストという技術を採用すると発表しましたこれはですね複数の部品をこう組み合わせてアルミの巨大な鋳造品に置き換えるというものです、まあ、これ同じような生産体制をテスラも採用しています まあただですね他の自動車メーカーはまだ生産体制を確立できていませんまあ、ロボットメーカーの幹部の言葉を借りるとこれ自動車メーカーの設備投資は谷間にいる状態だということでしたまあ、ただですねこの EV の方針が決まれば設備投資は急速に動き出すと思いますまた別のロボットメーカーの担当者はですねこれ EV 向けの投資というのは動き出せば大きい金額が動く まだから今回の展示会っていうのは将来の動きを見据えた提案の場だと話していたことが印象的でしたではなぜ今回ジグの置き換えやバッテリーの搬送の提案をロボットメーカー各社はしているのでしょうかこのポイントはですねニーズの変化の速さです先ほどお伝えしたようにこれ EV は今最適な車種や規格を手探りでこう探している状態です まあ、そのため、モデルチェンジのスピードも速くなることが予想されています。さらにですね、最近では消費者のニーズにこう細かく対応するために。変種変量生産というのが当たり前になってきています。まあ、そのため、こう変更を前提にした生産設備の需要が高まっているんですね。例えばですね、搬送装置っていうのは。こうもを運んでいくだけなので、割と機構がシンプルな装置なんですけれども。もともとは専用のラインを組んでいました。 ででもですねこれバッテリーの大きさなどが変わるたびにこのラインを組み直すのはお金もコストもかが大変です,ですからこう物をつかむこうハンドですとかあとはこの物をつかむツールの部分だけを変えることでこのバッテリーの大きさの変更などに対応できるロボットに今また、注目が高まっているんですまた、ですねこれジグはですね精度が高いものが必要なものなので意外と作ると高いらしいんです。 でさらににに交換をすす。るためには人手が必要になりますなのでロボットの導入っていうのはすごくこう初期投資がかかるんですけれどもこう部品を変えるたびにジグを作ったりまたその部品をジグを変える人件費を含めたランニングコストをこう考えるとですねロボットに置き換えた方がこうトータルコストは低くなりますよっていうふうに提案する動きが今出ているんです。 まあこうした課題を感じている顧客が多いのかですね、こうした自動車向けの提案ブースでは、多くの顧客がこう時間をかけてじっくり見ていることが印象的でした。さて、もう一つ注目のテーマと位置づけられていたのは、人手不足の解消を意識したロボットです。その中でも、2016年頃から日本のロボットメーカー各社がこう前面に押し出していた共同ロボットに異変が起きていました。動画の後半では、共同ロボットの現状について取り上げます。